はい、皆さんこんにちは。今日はですね、声の種類についてお話ししたいと思います。声の種類、大きくはあれですよね、男性と女性、なんですけども、その中でも、持ち声によって、そのオペラとかね、そのミュージカルとかだと、配役が変わってきます。で、声でも役柄って決まっておりますので、その声の種類についてお話ししていきたいと思います。男性女性、そして、もっと分けていくと高い声低い声、そして真ん中の声っていうのが、存在します。女性だと、高い声ソプラノですよね、そして、低い声アルトって言いますね。その真ん中にメゾソプラノという、音域が、本当はもっとねたくさんあるんですけども、大きく分けるとこの3つ、そして男性は高い声テノールですね、低い声はバスになります。で、この真ん中、バリトンという、音域があります。これ私のね、音域です。で、それぞれ役柄が決まっております。で、ソプラノ、メゾソプラノ、アルト、役柄が決まっております。テノール、バリトン、バス、それぞれ役柄が決まっております。で、持ち声というのはもう人それぞれで、その声でね、もう世界に一つしかない声なので、その声を使って、勝負するわけなんですけども、どんな風にやったらいいのか、この発声について、方向性は示せるんですけども、それが誰しもに、ハマるかというとそうではありません。なので、自分の中でいい、自分に合う発声というのを見つけてください。で、声の方向性なんですけども、例えば声が、これもね、両極端に言うと、声がキンキンなる人、こんにちはみたいなね、ウィーってなる人と、あとはボサボサ声、こんにちはって、なんかよ、え、なんて言ったんですかってね、この、大きく分けると2パターンあると思うんですけども、このどちらもね、例えば、よくガリガリなる人、ってこう、あんまりなんかこれもね、耳障りが良くないと。で、逆にあんまりならない人、声がボサボサしてる、今極端にやってますけども、極端に言うとこういうことですよね。もともと、これ僕の話になっちゃうんですけども、もともと僕はですね、声がねボサボサでした。で、ならないので、大学の時にですね、その恩師が、ちょっと声がやっぱね、こうどうしても もさっとしてる言っては言わなかったですけども、なんでこのバランスを、でキンキン声もダメだし、モサモサ声もダメだし、なのでこのバランスのいいところを取りたい。で、こっちの人はこっちに寄せたい、こっちの人はこっちに寄せたい、ということで、人それぞれどっちに寄せた方がバランスがいいのかなっていうのは違います。これを、声楽の先生たちが、あなたはこっちですよ、もうちょっとこっちにした方がいいよ、もうちょっとこっち、そうこっちっていう風に導いてくれるんですね。で、これが、自分だとわからないんですよ。よく ありませんか、録音した自分の声を聞いて、この声誰の声みたいなことありませんか。あなたの声なんですけどね、多々あります。なんで、自分の声というのは結局骨を伝わって聞いてるので、本当に外に出てる声とはまた違うんですね。で、なので、第三者に聞いてもらわないと自分の声は、こういう風に矯正できないと。もうね、本当になんか思いますもん。なんか自分をレッスンしたいとかね、お前違うよとか、なんかよくね、CD とかね、そう DVD とか見て、わあ、なんかダメだなとかね、もうちょっとこういう風に歌えばいいのにとか、自分のやつを見ながら思うんですけども、もう自分をなんかね、ちょっと歌ってみてってレッスンしたいぐらいです。できないかな。なので、自分がちょっとモサモサしてるなと思ったら、少しこの点を、声のね、点を少し意識して、で、この時にピッピッピッって点が、これは点がぼやけた出し方ですよね。わかります？この入り口がくっきりしてるじゃないですか。で、逆にあってなりすぎる人、この人は少しね、まろやかにすると思ってく
もう全く余談なんですけども、もうね、大学院を卒業しまして、しばらくね、中学校に、中高ですね、中高一貫校だったんです。そこに勤めてて、音楽の先生をしてたことがあるんですけども、この時にですね、生徒から先生はなんかマイルドな声をしてますねって、マイルド、なるほどマイルドかと思って、で、楽語ってあれですよ、音符とかにね、この地下音楽の中に書いてある MF ってわかります？ MF っていうね、まあ、皆さんわかりますよね。これね、もうね、中学生たちはね、なんかこれ MF って何ですかとかって聞くとね、マイルドフォルテとかってね、答えてきてめちゃくちゃ面白いんですけども、メゾフォルテですよね、はい。なんでこの話したんだっけな、まあ、いや忘れました。忘れるんですよ、すいません。なので、あ、そうそう、こういう人は少しマイルドに、あだった、あってなる人は、少しね、こういう風に柔らかい方向に持っていくといいです。で、どちらも方向性としては開けてください。これもう何回も言ってます。喉を開けて、お腹とこの響き、これだけです。これワンモーションで言ってください。これをね、ってこうね、この間を入れないでください。ワンモーションですよ。お腹と必ず連動させてください。で、これを癖にしてくださいね。これだけなんです。発声ってこれだけなんです。はい。もうなんかね、ねえ、教えることでほとんどないんですけども。で、じゃあ、声の方向性としては、そういうことですよね。で、声がちっちゃい人も、ちっちゃい人も一つには、筋肉が弱い、あとは喉が開いてない、これにつきます。なので開けてここを動かす練習をしてください。これ腹筋とかするじゃないですか、スポーツ選手が、ね、柔軟体操をしたり、このトレーニングをしたり、これと全く同じです。なので、やっぱり歌の人も鍛えなければいけないですね。なので毎日トレーニングをしてる、するつもりで、やってください。ですね、じゃあ今日はもう一つ、発声もいろいろあるんですけども、ファルセットについて、ちょっとだけお話しします。ファルセットって日本語で言うと裏声ですよね。裏声っていうのは文字通り裏返した声なので、こういうことですよね。で、この裏声っていうのは、ファルセット自体はあーってこう高い声なんだけども、低い声の人の方がこの 裏返すということがやりやすいというふうに言われております。声の高い人、男性で言うとテノールですよね。テノールの人とか、声帯が細めの人ですね、ちょっとね、裏声ってこのひっくり返すっていう技術はやりにくい。もう最初からあーね、こういうのはいけるんだと思うんですけども、はい、こんな風に裏返す、技術のは、でもね、できます、誰でもできます。で、この裏声ファルセットも曲の中でものすごくね使うんです。実際にこれクラシックの曲でもそうですし、ミュージカルの曲でもそうですし、楽譜上に書いてありますね、ファルセットって書いてあります。で、歌手っていろいろ使うんですよ楽譜の中に口笛って書いてあって、ね、口笛吹けなかったらどうするんだみたいなことありますけども、それでもやんなきゃいけないんですよね。実際そのまた話が、ね、寄り道しますけども、口笛って書いてあって口笛吹けない歌手の人なんかいっぱいはいないけども、いるわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、誰かね、オーケストラピットの中で誰か吹いてくれるんですよ、ね、でこっちは吹いてるふりをすると、ね、やっぱり自分でできた方がかっこいいじゃないですか。なので、歌手の方いろいろね、口笛吹けたり、ファルセットができたり、あとは何ですか、何でも、もうギター弾けるとかですね、楽器が演奏できるとなおさらいいですよね。あとは言葉ですよね、日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、何ですか、そんなもんですか、ね、イタリア語、ね、言ったかな、はい、のも、できるといいです。
で、今日もファルセット。このように、ファルセットを練習するときにはひっくり返すところを、このひっくり返す瞬間を見せてほしいんです。これ簡単なんですよ。じゃなくてファルセットを曲の中実際使うときに魅力的に聞かせるにはこの間を聞かせないとダメなんですね。わかります？こうなんか変なところです。うーってなってるところ。ずつ音階上げていって、ファルセットもちゃんと響かせてくださいね。はい、じゃあ今日はそのファルセットについて、少しお話ししました。と声の種類についてね。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。さようなら。